こちらが PD エアロスペースの実験機になります。流線形のボディがかっこいいですよね。全長およそ5メートルのこちらの機体、2030年に宇宙旅行の実現を目指す名古屋市の PD エアロスペースが手掛ける無人の実験機です。目的は本格的な宇宙機の開発に向けて飛行データを集めること。おととい初の飛行試験が沖縄の下地島空港で行われました。この真ん中辺から端っこぐらいまで、僕らの目の前ぐらいまでに止まるはずです。かなりやっぱりランディング難しいので、あれですね。機体の操縦はカメラの映像などをもとに遠隔で行います。いよいよ飛行試験の開始。果たして、離陸は成功。順調に高度を上げていきます。しかし、機体からの通信が途絶え、自動操縦モードに切り替わりました。そして、機体は海に落下。飛行禁止エリアに突入する恐れからエンジンが自動で停止しました。皆さんに良い航行ができなかったことについては、申し訳ない気持ちでいっぱいです。機体はバラバラに壊れたものの、すでに回収。人的被害もありませんでした。それでもやれることはやったし、得るものもあるので、それをちょっと活かせるようにちょっとしていきたいと思います。なので、ネガティブに取られるんじゃなくてポジティブに。 PD エアロスペースの宇宙への挑戦は続きます。